桃鉄一人でやります。お願いします。三年決戦やっていきたいと思います。はい。桃太郎です。今これ、桃太郎伝説最強者決定戦が開催されます。桃鉄三年決戦については、もうご存知ですよね。まあ、一応家にしとくか。桃鉄三年決戦はいつもの東京から1000万円持ってスタートではなく、1億円を持ってのスタートになります。ちょ、逃げようぜ。この1億円を持つ条件を忘れる人が多いので、ご注意ください。そんな人おる。まあ、大富豪しかおらんの、このゲームやる人。まさに、実力と実力の勝負。失敗の許されない、桃鉄三年決戦なのです。大丈夫かな？俺ちゃんの3回ぐらいしかやったことないけど。桃鉄腕自慢の方は、ぜひエントリーして勝利を収めてください。なんか圧かけられてるね。よし！始めよう。人間、豆鬼、豆鬼。おう、俺だけ人間。勝ったやろ。変更する。それでは、対戦する CIM キャラを、この6人から選んでください。これ雑魚ね、これ。まあ、そこそこの実力と。ここら辺から強いね、確か。あ、陽気比。強いね。エンマも名人。サクマ、鉄人。おなじみの最強キャラです。攻撃カードを跳ね返し、大量のサイコロを振る、無敵の鉄人。せこないこいつ、チート使ってるやん。でもさ、そうなんか、豆鬼ねな、甘えても仕方ないから。サクマ。あ、ちょっと待って。サクマになって、ちょっとだけ待って。普通に。あ、もう全員人間だってことだ。え、何これ帰れんねんけど。じゃ、一旦ビオレママ列車にするわ、俺だけ。プレイする順番をシャッフルしますか？このままで。オッケーオッケーオッケー、4月からね。今回の桃鉄3年決戦の出場選手は、桃太郎選手、佐久間選手の3人です。ちょっとなんか手組んでない、こいつら。それでは、社長の皆さん、住みよい日本を作るための開発をお願いします。任せてください。それでは、国からの援助金、1億円と、急行周遊カード、ぶっ飛びカード、1枚ずつ持ってスタートです。いいですか？皆さんが最初に向かう場所は、ヤシャ姫さんがお伝え、ヤシャ姫さん。それでは、皆さんに最初の目的地を決めていただきます。来い！北海道！あ、まあ、近い。オッケー。皆さん最初に目指す目的地は秋田です。いいね。秋田なんか一瞬でしょ。秋田カードだよ。ぶっ飛びカードやろ。ぶっ飛びカードで秋田行けるでしょ、これ。あ、逆やね。あ、真逆、多分秋田って。あ、ぶっ飛びすぎたね。安木まで来たね。これ次のこと考えてるから。うん。ナイスガン。急行。あー、まあ、急行周遊からか。結構やんな、こいつ。早ない、操作早ない。ちょ、何も見えへん。お前らの操作見えへん。早すぎて。ちょっと待って。お前ら操作早すぎる。えぐい。俺のターン、いや。俺のターン早い。カットいらんやろ、今回の編集。一旦、考えよう。一応、秋田まで67マスやから、一旦ここで急行周囲で追い詰めよう、相手を。でも、確か、最短ルートは、こんな感じ、なんか、こっちですよ、みたいな示してくれんな、これ。これ一旦ね、城崎来た。城崎カード買う？買っとけよ、こんな。麦わら、最高や。買っとこう。伸びる。うわ、買えへんか、カニ。ちょ、20億、誰か貸してくれへんかな。お前らどんなことするんか、ちゃんと見せて。なんかずっと持ってない？急行周遊カード。あ、周遊やから何回も使えるってこと？はい、お前負け。序盤でなんかマイナス食らってる時点甘い。ちゃんと投資しな。それ学び弱えな。大丈夫、こいつら。なんかマイナスとか食らってるけど。佐久間さん、あんたほんま人間か？はい、急行周遊カード使って。どこ行くんやって話やな。もう目が大きいもんな。これ、最初から急行周遊カードしてたら勝手に出てたんちゃうかな、俺。来い！伝説のカード！はい！イエローカード、退場？あと1枚で。イエローカード？これレッドカードとかあんのか？ない。あ、ちょ、俺にも見せてほしい。仲間に入れてほしい。何が起こってるのか仲間に入れてほしい。頼む。え、どう、何？いや、ずっと、なんか、ビオレマンもなんか、ボンビーぐらいおる。イエローカード何これ？このカードを使うと、青の液と赤の液がすべて黄色の液。だから、ここでのあれよ。序盤は、カード持っとくんよ、いっぱい。イエローカード使っといて。全国の青マスと赤マスがすべて黄色になった。で、急行周遊使って。はい、どう？えぐい、めっちゃ出る。最高12マスなのに9とか余裕でねえけど。いや、熱いやつ絶対いいの来る。せーの、はい！特性霊カード。待って、特性霊カードどんなやつやっけな？人殺せるやったっけ？言えへん、1キルみたいな。お前、早ない？ちょっと待って、待って、このままやと。なんか、確か一番、早い！お前ら早い！なんやこの差は。2億！さっきまでのマイナスは？ちょっと待って、マジで待ってほしい。普通や。おい、次にかけろ。ちょ、溜めとけ、力。2個ね、今ここで力溜めとけ。せーの、はい。
あっち行けカード、え、もう仲間外れこれ。ちょ、どうせ石出すやん。6。あ、まあ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 、ちょっと甘いか、まだ早い。3億。え、この差は何？ちょっと待って、ちょっとだけ待ってほしい。普通に奥の差が出てる今。なんでイエローカードとかにした？ないらんってカードばっか。俺イエローしかないもん。ビオルマもおるし、ちょ、もうこっちならいいとかない？セルハイ、はい、星取りカード熱いっしょ多分。何なんとか出してくれやんこいつ。はいはいはい、ちょっともうちょいもうちょい読まして、読む時間とか欲しいわ。普通に文字とかもっとなんか、んー、なんか喜べよ、もっと。ついたぞっていう。え、昨晩演説に、あ、ちょっと、5億 !10 億もう !5 億はやー、俺び、ちょっと、もう貧乏ついてないけど。もう貧乏やん、俺。ちょっと。じゃあ、もうちょい楽しませてほしい、普通に。裕福な時間。貧乏来たねんけど。それでは皆さん、再び次の。あ、はいはい、ちょっと、佐久間さん、はい。佐久間さん、どこ？ナイス！名古屋、熱い！名古屋ならいける！絶対勝てる！うお、買いすぎ。名古屋なら勝てる。佐久間社長、10億円？大したことない。普通に俺ら、賞とか目指してるから。奥で満足しんどいてほしい。上行け！そう！もうこの運だけはみんな平等やから。甘いんだよ、あんま。ぶっ飛びとかで。なんか、甘えてるやつおらん。これ、あと何マスな、俺は。10マス？おい！いけるぞ。行こう。おい、つくよ。計算済み。はい。え、めっちゃ熱い。すごくいい。あと2マス。はい。はい、坊主丸儲けカード。え、何、どう、坊主丸儲けって何？丸がにしなのかも、一回。何、あ、貧乏来た、貧乏。何貧乏。うるりん、物件売って、経営を楽ちんにするのねん。何だよ、おいっす。え、ちょ、待って、俺の、普通に麦わらのルフィ行かれたね。500万で、売れたのね、ナイス。500万でかい、普通に。ナイス、500万や。こいつは、党内なんか。なんかもう、目先のことしか考えてない。な？その先考えな。甘いよな。普通に。戦うまでもないな。うまいな。青と思うのうまいな。あんな赤多かったのに。オッケー、ここ出せ！ 2 出せ！お、確率！せーのーせ、2！あ、まあまあ、一歩ずつや。人生一歩ずつや。カード多いな、俺。カードしかないです、さっきから。お払いカード。え、これ払いんじゃん、貧乏。ボンビー。日本三大祭りは、京都府の祇園祭り。じゃあ、天神祭りは？マジで簡単すぎ、普通に。天神なんかもう大阪しかないっしょ。当たり前やん。普通に大学出てるから、俺。はいね、はいね、はいね。こいつはなんか常に2個以上回してない？なんかサイコロ。なんでこいつはこのサイコロ多い？ちょ、なんかこいつら熱い立ち回りしてんだ、さっきから。買うもん買っとんぞ。ちょ、マジここで決めさせて。ほんまに頼む。もう1でいい。いけ。せーの。はい！もう、楽しもうよ！もう池止まれよ！お前止まってるやろ、もう、これ。これ10分粘ったらいけるみたいな、ないんか、これ。いけ、カードいくか。特製霊カード。もういいって、特製霊カードばっか。大好きな社長さんのためにカード買ってきたのね。もういらんってカード。なあ、もう満パンや、カードは。とっても安かったのね。あ、そうの？貧乏神はダビングカードを2倍の値段で買ってきた。大きなお世話だ。桃太郎社長は8000万支払ったもん。なくなるて。まあ、ほら、もう持ち金1500万やん。え、こいつらなんか着実に近づいてきてんのか？まだ遠いっしょ。あ、何怒ってるやん。サーマス。まあ、2000万ぐらい。な、あの青マス俺より持ってるからな。ちょ、もう良くない？おっと、桃太郎社長？イエローカードの効果が切れた。あ、桃太郎いらん、そんな。ちょ、なんか、多いな。これなんなん？やば！他の社長さんたちの持ち金を全部もらえてしまう、非常に都合のいいカード？これ貧乏神売りに出すとかやったら普通に消すからな、お前。ダビングカード？これダビングカードで、坊主丸儲け2個作れんの俺。やばい。え、カード多すぎねんけど、普通に。貧乏神がいるとき？なにこれ、先使わへんかった俺。いや、待て、冷静に考えろ。今使え。え、でもこれゴールしたらさ、いや、かけにだろ、6分の1や。簡単や。6分の1！ほら！しゃあ！気合の入り方が違う、今日は。はい、名古屋到着。舐めんなよ、あんま。お前らマジであんま舐めんなよって。こいつらなんか舐めてたな、さっきから。普通に。
勝てんの俺に。もう一回名古屋来い、もう一回名古屋来い、もう一回もな、もう一回名古屋。はい、5億8000万。大丈夫、もう時間ないよね。あと2年ぐらいじゃん。なお、桃太郎社長さんは、援助金をいただいてにも関わらず、相変わらずビリで、ということで、熱い熱い演出入るこれ。はい、見るに見かねた地域住民の皆さんがカード、あ、もういらんカードは。そんな、なんかカードばっか俺も、持ってるから。無限にカード。何のカード？特急周遊、あ、じゃあもう捨てなかもね。特製レカード2枚もいらんか。お、誰やねん、誰やねん。ど、佐久間やろ。どっちの佐久間かわからんけどね、これ。はい、次決めるよ。那覇来い、那覇。那覇！京都！ちょっと、俺んちあんねんけど、普通に。オッケーオッケーオッケー。お父もおかん、待っとけよ。はい、来たね。何買う何買う、ここで、こう買えると。もう、じゃあ一応、ひつまぶしも買っとくか。もう、まあ、金もやしな。貧乏もおらんし。オッケーオッケーオッケー。あー、お前らいける？え、こいつら、近いか。いや、まだ近くないな、あんまり。オッケー、悪くない。考えろ考えろ。ない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 。大丈夫、フェリーとか。はい、来た！来い！はい！はい！はい！ちょ、ま、マジで。茶化すなよ、こいつ。ちょ、遊びじゃないからさ。ちょ、もう行って行って行って、そんなガキいらんて。このゲームにガキ。ちょ、あと何マス？ 12 マス！ちょっと待って、12マスあるぞ！待て待て。おい、特急主義12マス行け！行くぞ行くぞ行くぞ、楽しい！せーの、はい、12マス。うわー、ちょっと多いけど、ちょっと多いけど、ちょっと多いけど熱い。あー、ま、一旦、ま、カードいっぱいあるから、オッケー、カード行こう、カード行こう、カード行こう。再開カード。これ煽られてるこれ。ビリの人だけが使える。もう、ビリちゃう今。ま、これ、ちょっとこれかけたいね。もういいな、いいな、もう、で、ナビなんかつくことないんやから。お前ら無理やって、もう。もう諦め、佐久間は。もう無理無理。そんなもう距離的に無理、お前ら。お前さ、コロッケばっか買って。なあ、もう。今日胃もたれすんぞ、お前大丈夫か？胃もたれの佐久間や。なんや、4マス4マス大丈夫。もう札幌とかいるやん。もうさっきからこれしか買ってへん、こいつら。心配になってきて大丈夫かな？なになになに？トピックスです。桃太郎、あ、来た、ひつまぶし！え？俺の、あの時、渋りそうになったひつまぶし？大人気？だよな。わかってた、あの時のおばちゃんめっちゃええ人やったね。ひつまぶしおばちゃんな。2億 !2 億2800万円の、臨時収入？ほっつ！やばい、最下位じゃなくなる。その場合、最下位じゃなくなる可能性が出てくる。あいつら北海道いるっしょ。逆にゴールしないっていうのもあるじゃない。なに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 ？桃太郎社長の夢を叶えて差し上げましょう。桃太郎社長の夢は次のうちどれですか？一つだけ夢が叶います。ガチで！え？どれしよう？カード24枚、なんでこれカードばっかなん？テレポートカード絶対熱い！おい、テレポートカードいけ。それでは、桃太郎社長さんの夢を叶えてあげましょう。テレポートカード。これゴールまでパン行けんじゃん、これ。テレポートカードって何？このカードを使うと他の社長さんのそばまで飛んでいくことができます。そんないいやな。急行周囲使っとくか。その使う場面ないもんな。なんかこう回ったらいい感じにみたいな。急行周囲カードを使い切った。プラス駅止まって1900万。だからこいつらまだ遠いんよ、言うて。ほら見て。もう無理っしょ、こいつらでは。俺のとこ来るん。このままやと、俺買っちゃうで、ガチで。やばい、こいつ投資めっちゃする。待って、投資えぐい、こいつ。そういう手もあんのか。でもお前らその金だけじゃきついっしょ。いや、きついね。俺にはわかる。いや、きついね。何や、何？ヤシャ姫さん。まあ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 。一年目なんて、比べるまでもない。それでは、今年度の収益額の順位。最初の年の1位。もう、そんなん、そんなん、そんなん。誤差、誤差、誤差言うても。何や、何？ 4 億っしょ？今4億っしょ？さあ、4億しかないっしょ？だいぶ追いついてきたね。はい、4月、あと2年ね。トピックスです。桃太郎伝説が、はい、もう、ひつまぶしが止まらへんもん。はい、2億ね、また、臨時収入。一旦、全体マップ見ちゃおう。もう、遠すぎ、遠すぎ、貧乏神の人。貧乏神の方、生きてる今。もうなんかなくなんじゃん。電車ごと。サイコロ4マス出しとこ、一旦。5マスか、5マスか。なんか、惜しいようで惜しくないの、さっきから。あ、おっす、熱いね。で、これは、全部買おう。うん、和菓子屋もこれ、飛び跳ねるから。オッケーオッケー、一旦、終わり。ちょっと余裕があるな、俺には。まだ追いつかん、まだ追いつかん、こいつでは。なんか来てると思うねんけど、京都。なになになに？もうこいつもうかわいそうなってきたもん。ボンビーマジ進化しろ、進化しろって。初突猛進カード。
ちょ待って、あいつどん底に追い込まへん、普通に。こう、ダビングカードで、坊主丸儲け増やして、はいはい、もう坊主丸儲け増やして、で、坊主丸儲けで一回借りなし、相手。いったな。あ、もう8億いただいて。もう、え、大丈夫かな、佐久間さん、佐久間さん、もう金ないよ、あんたたち。もう、え、気づいてる？自分の金ない。え、ドンピシャ？あと1年やけど大丈夫？あと1年半ぐらいやけど。6億なんかもう佐久間さん、佐久間さん、もう北海道投げきません。もう沖縄、沖縄、北海道やん。え、何してんの？そう、北海道やん。めちゃくちゃ、え、ちょっとなんか、運営、おい、ちょっとなんか、裏で操ってない、運営が。北海道やつそれ。ちょ、そろそろボンビーさん。あは、ちょっともう、売りすぎ売りすぎ。箱だって一回捨てる、俺ら。ちょ、なんか、物件買おう、物件買おう。今のうちに、マジで。お、カードや、またカードや。どこ行ってもカードや。まあ、一旦、置いとくか。億 !2 億いや、あいつがゴールするから、どうせ1変わるっしょ。なんだ、お前。やるか？おい、どうす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 お前。ゴールするっしょ、お前どうせ。あと9マス。大したことない、お前の2億なだけしろ、これ。いつ進化すんねん、お前産んで。ずっと貧乏やんか、お前。お前、進化せえよ。お前、ずっと裸や、お前。いや、でも今は、金を使うこと優先した方が良くないか。今は金を使え。5。いや、熱い。いや、祇園行こう、祇園行こう、祇園。祇園、めっちゃいいのあるからいっぱい。こう、え、こういけんじゃん、毒性。はい、21億。残り1億。祇園は伸びる。いいとこです、祇園は、ほんま。ほんま、ほんまかなんわ。よし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 。どうすんの、どうすんの、お前結構次見てるな。ちょっとでも近づこうって作戦か？貧乏を近づけん作戦や。やるやないか、お前。ニセコ？おい、おい。ニセコってカタカナなんやね、場所。あ、もうかわいそう。まあ、一応近づいとくか、一応。めんどくさいから、なんやかんや。特急周遊で、一旦近づこう。6、5、1、もう完璧。オッケーオッケーオッケー、一旦こいつより先に。マイナス駅、大したことない、大したことない。580万の出費なんか、ま、余裕や。おいおいおい、よし！こいつあれっしょ、お金取ってくるタイプの人間やね。それ犯罪者。捕まえて、誰か。サザエは、釣りの銀次の変装だった。お金全部盗まれたけどよ。佐久間女なんか。佐久間裏で手引いてな、これ。よかった、金使っといて。祇園で21億使ってでかい、うつぐに。祇園21億でかすぎる。俺つ22億取られたら泣いてた。おいおい、でももう分かってる。そんぐらい。あ、こいつなんか、え、なんか。甘いよね、正直こいつ。秋田小町。もう。え、よ、おい、ないこれ、ないこれ、ないこれ。うわ、全然売らへんやん。はいや、判断。めっちゃええ社長や。まだ、まだいける、まだ、まだ11マス、まだ。ないこれ。ちょ、お前もう早く！ちょっともうちょい苦しめようよ、なんか。これでさ、お前がゴールしたらなんかちょっと俺が来るやん、なんか。特急周遊カード使って、今はちょっとできるだけ、できるだけ先へと行くか。オッケー、佐久間の先へと。おい、こいつには負けな。赤を産んで。待って、赤、やばない、やばない、これ。え、やばい、俺の物件が。ちょ、なんか、え、自動でいい、普通に。任せろ、あとは。やばい。なんか俺、なんか、気づいたら、気づいたら金ない。祇園が！俺の祇園が！あー！最悪や！いや、でも、まだわからん、まだわからん、まだわからん、お前。ちょ、早くゴールしろよ、お前も。長いな、お前。つまりそこで粘ってんねん。で、なんかずーっとこいつなんか貧乏やし。かわいそう。カードで。ちょ、もうなんかもう、ちょ、もったいない気がしてきた、普通に。な、6でか、普通に。なかなか出んぞ。ちょ、で、普通に待って、普通にやめて。待って、待って、普通にやめて。赤。え、この赤マスの地獄なに、普通に。さっきから。もうまたや、またや。気温また売られたねんけど。やばい、痛い、これ普通に痛い。ちょ、お前なんなん、さっきからちょっと。ちょっと詰めてくんなよ、お前も。すぐ置き去りにしてるからな、お前。大丈夫、お前も。あ、なに、5億、5億いけ、5億いけ。いや、こいつゴールするぞ、そろそろ。お前いつゴールすんねん、お前。お前街みたいなとこあるぞ、みんな。なあ。はい、来た。はい、来た。もう、え、もうこれ。第2ね、これ。赤ちゃんの次。大体食います！はい、来い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 。何が吸引や、お前。おいつばっかやんけ。もうええてガキ。あいつ何回見なあかんねん。もうラーメンが美味しい季節と。今年もラーメン日本一を決める季節がやってまいりました。今年のラーメン日本一はどこ？うわー、こいつんとこが臨時収入が入ると。
どっちの佐久間かだけ教えてもらっていい？普通に。いや、待って、全然勝てる。一旦特急周遊で、今一番めんどくさいんが、ちょ、くっつけられること、こいつを。だから、普通に、赤マスやめてほしい、普通に。赤多すぎ、海！こんなに海青いのに。海青い！マス赤い！何がおもろい？もうまた、もう、どんなくなっていく、金が。俺の擬音が。もういいって、お前もなんか、張ってきてるやん、こいつ。張り合うなよ、お前。ちょ、こいつめんどくさいな、こいつめんどくさいぞ。待って、これの状態でゴールされたら誰？ほら、お前もな、限界やん、なんか、普通に。お前マジ2マス出すな。よし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 。え、あいついつゴールすんの、普通に。何が鉄人な？まだ俺には色々あるぞ。でも、一旦、ボンビだけはくっつきたくないから！もっと出ろ！なや、7って。3個も使って。何がしたい、お前。いたここは、いたここは。よいち、買う。オッケー、何もかい、何もかい、何もかい。そらせろ。もうお前、2、3、3。ちょ、おーない、こいつなんか。や、やばい、来る。来る。誰の来る、誰の来る、普通。誰の来る。なになになに ?4。なんか、会いたいん俺らに。いや、ここで、俺はゴールしろ。13マスでゴールや。13！ え？あるじゃん。13！